こんにちは。今回はローズタオルの作り方をご紹介いたします。作り方は簡単です。お友達のプレゼントや介護施設などでの景品に使ってみてはいかがでしょうか。こちらのローズハンカチは折り紙で折った葉っぱを使っておりますが、100均で手に入る造花の葉っぱをカットして使っても良いかと思います。タオルをくるくる巻いて輪ゴムで留めて葉っぱを挟んでいます。カラー輪ゴムでもいいのですが、透明の輪ゴムがあれば目立たないので、必要な方はご準備ください。いかがだったでしょうか。このチャンネルでは季節に合った折り紙の折り方やフレイル予防、創作、レクリエーション関係をご紹介しております。気に入っていただけましたら、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また高評価やコメントもお待ちしております。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。